一言お願いいたします。去年、ダンカーターと、今年リチーと、サポーターキッズのチャリティー活動を一緒に、やらせてもらったんですけど、本当に、現役の選手として2019年、結果残すことが大事なんですけど、2019年だけではなく今年も、8月に女子の15人制のワールドカップもあるし、2020年に男女の、セブンズのオリンピックがあるので、本当にラグビー界として本当に楽しい、時期かなと思うので、これ引き続き、日本ラグビーと、サポーターキッズの応援よろしくお願いします。そしてリッチーさん、ラグビーファンに向けて一言お願いいたします。I think leading up to the Rugby World Cup, there'll be excitement building, but one of the great things about a World Cup is you have people coming from all over the world that all have a passion and interest and look at the game of rugby very similarly, and that creates a great festival atmosphere. And I've got to say, the Japanese people, the people of Yokohama City, you'll be in for a great 6-7 weeks when it comes about. So make sure you enjoy it. And like Angus said, coming to the stadium, you'll feel that buzz with the game. So I encourage you to get out and enjoy it. そうですね、2019年に向けてますますこのラグビーに関する興奮ですとか期待というのはこれから増えていくと思うんですが、やっぱりラグビーワールドカップの素晴らしいところというのは、世界中から来たサポーターがこのラグビーワールドカップを敵味方関係なく盛り上げて、本当に一種の70回にわたるお祭りのようなことになるというのがこのラグビーワールドカップの素晴らしいことだと思っています。なのでこのお祭りをこの横浜の香川の皆様が楽しんでいただけると思ってますし、先ほどアントニーバコミックも言ってましたが、これチャンスがあればどんどんスタジアムに来てこの最高のラグビーの祭典を肌で触れて感じてほしいと思います。本当に2019年が待ち遠しくなってまいりました。おしまいに勝田副市長も一言お願いします。ラグビーワールドカップはですね、本当に世界最高峰の大会、先ほど内真子さんからお話がありました。そこに参加する選手は誇りとそして責任を持ってですね、ここに臨んでくるということです。何よりも私たちはまず選手の皆さんが本当に素晴らしいプレーができる、そういう環境をですね、作ることを第一に我々盛り上げていきたいというふうに思います。そして今話があったように、多くのファンの皆さんがこの横浜、この神奈川、そしてこの日本にですね、来られるわけですから、多くの市民のボランティアの皆さんと一緒にですね、しっかり皆さんをお迎えして、おもてなしの心でですね、準備をして本番を迎えたいなというふうに思います。ぜひぜひ多くの皆さんの力もお借りしたいと思います。よろしくお願いします。